宣言権は1985年に署名された宣言協定が適用されるヨーロッパの26の国の領域。宣言権では渡航者が県内に入域または県外へ出域する場合には国境検査を受けるが、県内で国境を越える際には検査を受けないことになっており、この点で単一の国家のようになっている。宣言権はアイスランド、ノルウェー、 スイスといった欧州連合に加盟していない国が含まれているが、シェンゲン協定の法的枠組みである、シェンゲン空きは、1999年のアムステルダム条約で、欧州連合の法の空きみのテールに組み込まれている。アイルランド以外のすべての欧州連合加盟国は、シェンゲン協定を施行することが求められており、ブルガリア、キプロス、ルーマニア以外では、シェンゲン協定や、 その関連規定が施行されている。宣言権は4億を超える人口を要し、またその面積は431万2099平方キロメートルにまで達している。宣言関連法令を施行することで、宣言協定加盟国間での国境検査は撤廃される一方で、宣言権と協定非加盟国との境界における検査は強化される。法令には、 宣言詐称などのような個人が宣言圏内に入域することに関する共通の政策についての規定、県外との境界における検査体制の調整、国境を横断するような警察、司法協力といったものがある。空港やホテルにおける警察の認証チェックでは、パスポートや欧州連合が承認した国の認証カードも必要である。この要件については、 協定に加盟する国ごとで法令が異なっている。宣言権は26の国で構成されており、また2つの国が国境管理を維持しながらも協力国として参加している。宣言権のうちアイスランド、スイス、ノルウェー、リヒテンシュタインの計4カ国を除くすべての国が欧州連合に加盟しており、この他にも宣言権との境界を完全、または 部分的な制限付きで解放している国家がある。欧州連合に加盟していないアイスランドとノルウェーは2001年に宣言入りしているが、この二つの国は1996年に宣言権入りした他の国とともに北欧旅圏同盟を形成していた。またこの二つの国と同様に、スイスも2008年に宣言権入りしている。宣言協定はもともと、 欧州連合の枠組みの外で成立したものであり、欧州経済共同体に加盟していた、当時の10カ国のうち5カ国によって結ばれたものであった。宣言関連規則の完全な施行にあたって、宣言権入りしようとしている国は、空域管制、詐称、警察協力、個人情報の保護についての準備状況の審査を受ける必要がある。 この審査過程には書面によるものや欧州連合の担当官による当該国の関連機関への調査がある。欧州連合に加盟しているアイルランドと以前加盟していたイギリスはシェンゲン協定には参加しておらず、またアムステルダム条約でシェンゲン関連法の適用除外を受けている。その後イギリスは警察、司法協力関連の規定に加わっている。アイルランドは イギリスと異なり、2002年にアムステルダム条約付属議定書4の下で、宣言ンゲ空きの適用を求めていた。しかしながら、その後、アイルランド政府は、欧州連合理事会による審査を求めるなど、宣言権入りに向けた、新たな要請を行っていない。A 欧州連合に加盟していないが、宣言関連では、欧州連合と連携している。B 陸上の教会及び、 港を対象としたもの。空港については2008年3月30日から対象となっている。C 東ドイツが西ドイツに吸収されたことで、旧東ドイツ領も1990年10月3日に支援権に入りした。これ以前の東ドイツは支援協定の対象外となっていた。D グリーンランドとフェロー諸島は、詐称を必要としない渡航者については、 間接的に、宣言権に含まれることになる。デンマーク以外の宣言加盟国が発行した、宣言殺傷では、グリーンランド、フェロー諸島に入ることができない。またデンマーク発行の殺傷でも、特例が認められているか、殺傷に、フェロー諸島において、有効、グリーンランドにおいて有効と、補機なされていなければこれらの領域に入ることができない。いいただし、アンマイエン島は、 宣言権に含まれる。1985年6月14日、欧州経済共同体に加盟するベネルクス、西ドイツ、フランスの5カ国は第一次宣言協定に署名した。この協定を施行するための第二次宣言協定は1990年6月19日に署名された。ところが実際に、 この宣言協定が施行されたのは1995年3月26日のことであった。この時までにポルトガル、スペインが協定に署名し、また西ドイツは東ドイツを併合していた。イタリアとギリシャも協定に署名していたが、その施行はそれぞれ1997年、2000年のことであった。これら以外の国でも宣言協定の施行は遅れていた。 オーストリアは1995年に署名し、その2年後に施行した。北欧諸国は1996年に署名、2001年に施行した。共同体とは別に、独自の旅券同盟を形成していた。2007年には、この年の3年前に欧州連合に加盟した、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド。 スロバキアとスロベニアが宣言権入りした。また2008年12月12日にはスイスが宣言権入りしている。リヒテンシュタインはスイスが宣言権入りする以前からスイスとの国境を開放していたが2011年12月19日正式に宣言権入りを果たした。キプロスは2004年に 欧州連合に加盟し、宣言協定に署名しているが、キプロス紛争の影響から、その施行は少なくとも2010年以降となる。宣言協定による厳格で完全な国境管理は、トルコ系キプロス人の日常基盤に、多大な困難をもたらしかねないし、紛争が解決されるまで、宣言協定の施行が可能であるかどうかは、不透明である。また、 イギリス主権基地領域は欧州連合の域外であり、別の対応や制度が必要となる。ルーマニアとブルガリアは2007年、クロアチアは2013年に欧州連合に加盟しているが、必要な準備が完了するまで国境管理が継続される。以下の国家は、宣言権には正式に加わっておらず、宣言源詐称を発行することができないが、 入国審査がなく、すべての国境が、宣言権に接しているため、事実上宣言権の延長上にある。イギリスは2004年の拡大以前から欧州連合に加盟していたが、1990年の第二次、宣言協定に署名していなかった。両国は、相互の国境を開放する共通旅行区域を継続している。 共通旅行区域が島という状況に合わせたものであり、後半で通過しやすい陸上の国境を有する大陸、ヨーロッパ諸国よりも入国管理を実施しやすい方が、イギリスにとって都合が良いことから、イギリスはかねてから、宣言権入りを拒否してきた。これに対してアイルランドは、宣言協定に署名していないが、宣言権入りには、前向きの姿勢を見せている。しかしながら、 共通旅行区域と北アイルランドとの境界の解放を継続するために、宣言権入りは実現していない。宣言協定はアムステルダム条約で欧州連合の枠組みに組み入れられたが、アイルランドとイギリスは、宣言協定関連の規定の適用除外を受けている。この議定書において両国は個別事例で、宣言協定に参加、または、 適用を受ける権利が与えられているが、実際に関与するにあたっては既存の宣言加盟国の裁量に委ねられている。1999年、イギリスは、宣言空きの警察、司法協力に関連する規定に加わることについて、認めるよう正式に求め、2000年5月29日に、欧州連合理事会はそれに同意する決定を下した。 2004年の理事会決定によって、イギリスは2005年1月1日からこの分野に正式に参画するようになった。また、貴族院の欧州諸とも同体特別委員会は1999年の報告書で、宣言協定へのイギリスの全面参加を勧告している。加盟国に属しているヨーロッパの外部にある領域やヨーロッパ内の離島の一部は、 シェンゲン協定の対象となっていない。アルバやオランダ領アンティルはシェンゲンに含まれておらず、これらの領域からシェンゲン県内に渡航するときには国境検査を受けることになる。この状況はフランスの海外領土においても同様である。スバールバル諸島はノルウェーに属するがシェンゲンに含まれていない。上陸や就業の許可に関して特例が定められており、 スバールバル条約に署名した国の市民は、就業することができる。スバールバル諸島と他のノルウェーの領土との間での、渡航にはパスポート、あるいは、ノルウェーの身分証明書が必要である。フェロー諸島とグリーンランドも宣言権に含まれて、いないが、前者は、北欧旅券同盟に加わっている。詐称、警察協力などの宣言関連規定は有効では、ない。 また、デンマークへの査証についてもそのままでは、フェロー諸島やグリーンランドでは有効ではない。パスポート、または認められている個人証明書を所持していなければ、ならず、また出発、到着空港では、身元確認を要する。通常、宣言圏内での国境付近には検問所が、設置されておらず、標識が立てられているだけである。 画像の大きい方の標識はその先がドイツ領内であることを示しており、小さい方はバイエルン州の標識である。宣言協定が施行される以前は、西ヨーロッパ諸国のほとんどの国境で警備がなされ、またヨーロッパ大陸の各地に国境検問所が設置されており、国境を越えて移動しようとする人の個人認証や資格の有無が確認されていた。 詐称取得が必要であるかも異なり、またあるヨーロッパの国に入国するための詐称を取得していても、それとはまた別の詐称を取得してなければ、別のヨーロッパの国に入国できるとは限らなかった。シェンゲン関連規定が施行されてからは、シェンゲン参加国間での国境検問所が閉鎖、一部は完全に撤去された。シェンゲン協定加盟国出入国規定では加盟国に、 対して宣言圏内の国境における自由な通行の妨げになるものを全て取り除くことを求めている。このため、道路、鉄道、航空を利用して越境する人は、個人証明の確認を受ける必要がなくなっているので、ある。宣言加盟国に入域しようとする個人に対しては、県内を自由に移動することができる、宣言詐称が発行される。フィンランドにある、 シェンゲン外との境界における入国審査書、シェンゲン協定の関連規定では、シェンゲン内に入域したり、県外へ出行したりする個人に対して、厳格な検査を実施することを求めている。これらの検査は、欧州連合の欧州国境沿岸警備機関が統一された規則に従って実施している。国境検査、監視。 宣言権への入域許可についての要件といったものの詳細は宣言協定加盟国出入国規定と呼ばれる欧州連合の規則で定められている宣言権と非宣言権との境界を超えようとする個人全員に対して最低限の身分確認を受けなければならないまた宣言権に入域する資格があるかどうかについても確認を受ける必要がある 出国管理では、とりわけ、宣言権から出行きする個人が最初に入域した地で、宣言権に入域する資格があったかどうか、その個人が許容期間を超えて滞在していたかどうかが判断され、また、宣言情報システムや各国のデータファイルに登録されている人物やものについての注意事項、例えば、宣言加盟国から逮捕状が発行されているか、 どうかなどについて紹介される。宣言県外との国境検査所は、境界を横切る、道路、空港、港に設置されており、また、列車の車内でも検査が実施される。セウタを除けば、域外との境界に沿って、フェンスが設置されるということは、あまりない。ただし、スロバキアとウクライナの国境など一部の、管理強化地点には、監視カメラや、 赤外線装置といったものが配備されている。また、宣言ン県諸国南部では、沿岸警備によって、民間船が許可なく侵入しないよう常時、警戒している。シェンゲン関連規定では、宣言圏県外から入域するすべての旅客事業者に、対して、乗車、搭乗前に乗客が、入域に必要な渡航文書や詐称を所持しているか、どうかを確認することを求めている。 これは、宣言圏内に上陸した後に、旅券検査所で亡命を申請することを避けるための措置である。宣言関連規定では、加盟国の領域に90日を超えない短期滞在用に発行される、詐称の種類についての統一された規定がある。この規定には、宣言圏内への入域のための要件や、入域拒否のための定めがある。 宣言協定加盟国出入国規定では、第三国の国民の入域について、以下のような条件を定めている。これらを還元すると、宣言査証を所持しているだけでは、入域の当然の権利が付与されるということには、ならないのである。入域する権利を得るには、滞在の目的や事情、その期間中における、滞在のための手段といった。 欧州連合の法令で定められた、詐称の取得以外の条件を満たさなければならない。有効な宣言詐称を所持し、宣言圏内に滞在している、第三国の国民は、キプロスの詐称なしで同国に渡航することが認められており、また宣言詐称の残りの有効期間において同国に滞在することができる。入域が認められている、第三国の国民は、 シェンゲン内に滞在し、また、入域の条件が満たされている限りは、シェンゲンの国を移動することができる。3ヶ月を超える滞在に対しては、各国の詐称が、当該シェンゲン協定加盟国によって発行される。シェンゲン協定加盟国から3ヶ月超の居住について、許可を受けた第三国の国民は、3ヶ月間を上限として、 他の宣言加盟国に滞在することが認められている。宣言権、宣言加盟国と同じ査証規定を適用する宣言権外の欧州連合加盟国、欧州連合加盟国や宣言加盟国の海外領土宣言加盟国とは別に独自の査証規定を適用する国最初の入域の日から6ヶ月のうち最大90日間について詐称免除措置が適用される国。 地域ただし一部の国は特定の条件下で90日以上の詐称免除が適用される。宣言権への入域に詐称を必要とする国、地域宣言権を経由、通過するために詐称を必要とする国、地域不明宣言権内における、就労、または自衛活動を伴わない、短期滞在のための詐称の要件は、欧州連合の規則で定められている。 短期滞在に詐称を要する国民のリストと詐称が免除される国民のリストでは対象となる第三国の国籍を列挙しており、所持するパスポートや渡航文書については列挙していない。就労または自衛活動を予定している第三国の国民については支援源詐称の免除の対象になっていても加盟国から詐称を受けることになるが、 通常の出張旅行は就労活動とはみなされないことが一般的である。また加盟国は自国の領域に入域、滞在することに関して追加的に詐称の発行を必要とすることができ、あるいは外交、公用、その他の特別なパスポートを所持している人物に対してはさらに免除することができる。宣言統一詐称は2012年現在、 ステッカーからカードの形式に移行しており、宣言権に入域する時点で入域の要件を満たしていれば、加盟国からパスポート、渡航文書や、その他の越境を認める内容の有効な文書に付与される。宣言殺傷には以下のタイプがある。なお二0 1年四月五日に詐称に関する新規則が施行され、タイプ B とタイプ DC の新規発給は、 停止されている。宣言詐称を受給するには、渡航者は以下の手続きを経なければならない。欧州経済領域参加国の市民の家族については、上記の手続きとは異なる。就労についての事情や滞在中の経済的能力について証明する必要はない。また詐称の発行にあたって費用がかからない。宣言協定加盟国が発行した。 居住証明書を所持する第三国の国民は3ヶ月間を上限に他の宣言協定加盟国への入国と滞在が認められている。より長期に滞在するためには滞在を予定している宣言協定加盟国の居住証明書が必要である。宣言協定加盟国に長期滞在する第三国の国民は特定の条件において 他の宣言協定加盟国に居住する権利を有する。追加的な詐称の受給を受けずに、宣言権へ入域する権利は、欧州経済領域参加国の国民の家族であって、欧州経済領域参加国の国籍を有していない、ものの居住カードを所持している者に対しても与えられており、他の欧州経済領域参加国で、 最長90日間の短期滞在が認められている。これは自由な移動と居住に関する指令の第5条、第2項で規定されているものであり、また、同規則第6条、第2項は該当する個人が欧州経済領域参加国の国民とともに移動するということも認めている。しかしながら加盟国の中にはこの指令に従わない国があり、 シェンゲン協定に加盟していない欧州連合加盟国に住んでいる家族が欧州経済領域参加国の国籍を有していて自らはその国籍を有していない個人が居住カードだけを所持して特定の信玄協定加盟国に渡航しようとした際に客船事業者から乗船を拒否されたり国境警備隊から入国を拒否されたりするなどの不都合を被っている またこれと同様に、宣言協定に加盟していない欧州連合加盟国が追加的な詐称を所持していない宣言居住カードを持っている個人の入国を拒否するということがある。宣言協定に加盟していない国と協会を接している宣言協定加盟国は欧州連合の規則によって隣接する。 第三国との間でのローカル国境交通を認める二国間合意を締結または維持することが認められている。この規則ではそのような二国間合意が満たさなければならない条件を定めており、当該制度においてローカル国境交通許可証を導入する規定を定めなければならないとしている。 許可証には所持者の氏名と顔写真が掲載されなければならない他に所持者が国境地帯の外に出ることを認めないこと違反した場合は処罰が課されるということを記述しなければならないここでいう国境地帯とは宣言圏外との境界から 30km 以内の行政区画を含むものである宣言情報システムで 入域拒否の警戒情報が登録されておらず、またいずれの加盟国の工場、治安、衛生、国際関係に対する脅威とならないとされれば、許可証の所持者は支援源県外との境界を超えることが認められる。越境に際して追加的な個人証明文書が必要であるか、許可証の所持者が国境地帯にどれだけの期間を滞在することができるのかという点については、 当時国間で規定されるが、滞在期間については3ヶ月間を超えることは認められない。許可証の書式は、第三国の国民に対して発行される、居住許可証の統一様式に従わなければならない。また許可証の有効期間は1年間から5年間までと、される。許可証は、宣言協定加盟国に隣接する。 国の国境地帯に適法に居住する個人に対して同時国間で定められた期間、通常は1年以上について発行される。許可証の申請者はローカル国境交通制度の下で頻繁に越境する合理的な理由を示さなければならず、また上述した入域条件を満たさなければならない。宣言協定加盟国は発行した許可証の記録を保管し、 他の加盟国に対して発行情報を公開しなければならない。宣言協定加盟国が隣接する非加盟国との間で協定を締結する際には、前もって欧州委員会から協定案の妥当性について承認を受けなければならない。協定の締結にあたっては、宣言協定非加盟の当事国が、宣言協定加盟の当事国に対して少なくとも、 相互的な権利を認め、またシェンゲン協定非加盟の当事国出身である不法滞在者の帰還が確保されなければならない。クロアチアの市民に対しては例外的な措置が取られている。クロアチアと同国に隣接する欧州連合加盟国のイタリア、ハンガリー、スロベニアとの間でシェンゲン協定以前に締結された二国間合意に基づいてクロアチアの市民には ID カードのみでの越境が認められている。国境付近の住民は越境して通勤したり、相手国側に土地を所有していたりするなど、1日に、たびたび国境、特に、スロベニアとの国境を越えている。これは、クロアチアとスロベニアが、ハプスブルク帝国やユーゴスラビアの一部であったことから、数世紀にわたって、国境の標識がなかったことによるものである。 クロアチアは2012年頃に欧州連合に加盟することが見込まれているため、越境について欧州委員会の同意の下で暫定措置が取られている。すなわち、すべてのクロアチアの市民は ID カードと出国検査場でクロアチア警察が発行した証明カードを所持していれば支援源権との境界を超えてハンガリー、イタリア、 スロベニアへ出国することが認められている。ハンガリー、イタリア、スロベニアの警察当局は出入国の際に、そのカードにスタンプを押す。なお、クロアチアの市民は、ハンガリー、イタリア、スロベニアとの間での渡航は認められているものの、他のシェ協定加盟国に入国する際には、有効なパスポートを所持していなければならない。この措置はクロアチアが、 欧州連合に加盟すれば廃止されることになっており、そうすれば、クロアチアの市民は、ID カードの所持だけで、すべてのシェンゲン協定加盟国に入国することが認められるようになる。2009年11月30日、欧州連合の司法、内務理事会はマケドニア、旧ユーゴスラビア、モンテネグロ、セルビアの市民に対して、詐称受給の条件を廃止することを決定した。 この措置は、同年12月19日から施行されている。また2010年末までには、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナの市民に対しても、同様の措置が実施される見込みとなっている。コソボのパスポートを所持しているコソボの市民、セルビアのバイオメトリックパスポートを所持している、コソボ在住の人は、欧州連合への渡航に詐称が必要である。 セルビアはこのプロセスを担う調整局を創設したが、コソボに対する詐称自由化については葬儀に発表、協議されることが見込まれている。2008年前半には、欧州連合と、クロアチア及び、コソボを除く西バルカン諸国との間での詐称免除についての協議が開始され、アルバニアとボスニアヘルツェゴビナとは、協議が続けられている。アルバニア、 ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、旧ユーゴスラビア、モンテネグロ、セルビアの西バルカン諸国は2008年に、シェンゲン協定加盟国との間での殺傷完結化について合意し、これらの国々の市民は、シェンゲン詐称のタイプ C、タイプ D、タイプ CD の受給を必要とする他の国の国民と比べて、発行にかかる時間が短縮化され、またその費用が無料。 または減額されることになった。宣言協定加盟国は加盟国出入国規定の第23条から第31条において手続きを経た上で国内の治安を確保するために短期的に国境管理を実施することができる。このような国境検査の実施例には以下のものがある。宣言関連規定ではホテルなどの宿泊施設に対して 宣言協定加盟国の出身者を含むすべての外国人宿泊客に宿泊記録などの文書へ、自筆での記名を求めることを義務づけている。ただしこの規定はその外国人宿泊客が同伴する、配偶者や未成年の子、また団体旅行の各参加者に対しては適用されない。加えて、宿泊施設の支配人や従業員に対して、 有効な個人証明書が作成されていなければならない。宣言関連規定では宿泊施設に関して、他には定めておらず、宿泊記録や支配人、従業員の個人証明書の様式の詳細は、加盟国の裁量で決めることができ、また宣言関連規定では、義務付けられていない個人に対しても加盟国が独自に、宿泊記録への記名を求めることができる。 これらの実施状況は国ごとで異なっている。国境検査は個人が出入域の要件を満たしているかを確認することを目的とするのに対して税関検査は越境するものについて実施されるものである。欧州連合は税関検査の法制について独占的な権限を有してきたのであるが、もともと第二次宣言協定は 欧州連合の枠組みの外での合意として作成されたものであった。このため加盟国はそもそも税関検査の法制についての権限がないという状況の中で関税検査の廃止のための解決策を見出さなければならなかった。この目的を達成するために第二次宣言協定の第120条では加盟国は物に対する検査が域内における境界で ものの移動を不当に妨げないようにすることを確保しなければならないと規定された。また加盟国は家庭用のものを対象とした通関制度を定めて域内の国境を越えたものの移動を容易にしなければならない。協定では国内あるいは県内の国境において通関を実施することができると定めているが、加盟国それぞれの領内での通関が推奨されている。 このような簡易化がなされていなければ、シェ協定加盟国は既存の国内規定の改定、または欧州連合の枠組みにおける実施に努めることとされている。欧州連合では、税関検査だけではなく、欧州連合加盟国同士の国境における検査を、やめて域内における関税を廃止するなど、域内の国境におけるものの税関管理入に、関する。 その他の通関手続きも撤廃している。欧州連合の付加価値税領域と欧州連合の領域であっても、付加価値税の対象となっていない領域との間の、境界においては、税関の設置が認められている。またヘルゴラント島とドイツ本土のように、同一の国であっても、領土の一部が欧州連合の共通関税の対象領域以外で、ある地域との間でも、 税関を設置している。ただしこれらのような境界における税関の設置は、越境しようとする個人や者に対する検査が、抜き取り検査の範囲を超えることや、有効な諜報活動に基づいているということには、ならず、宣言加盟国出入国規定に適合させるために、これらの検査は非体系的でなければならない。一方が、 宣言協定非加盟国である二つの欧州、連合加盟国間での渡航については、本人確認やパスポート検査は実施されるものの、税関検査は実施されない。これは、アイルランドとイギリスとの間や、イギリスとヨーロッパとの間での渡航で適用されている。ノルウェー、アイスランドノルウェーとアイスランドは、欧州連合には加盟していないものの、宣言協定には加盟している国である。 この両国は欧州経済領域に参加しているものの国境において欧州連合の領域から輸入されるものについての行政手続きがなおも必要となっている民間の個人は欧州連合の域内とは違って越境の際に物や種類の持ち込みで非課税となる量が少なくなっているこのように物について規制していた第二次宣言協定の規定は当初 ノルウェーとアイスランドに対して施行されていなかった。ところが、宣言加盟国出入国規定は、ノルウェーとアイスランドが加盟した後に成立したものであり、この規定では国境において警察による措置が国境検査に相当する効果を有することがあっては、ならないと定めている。検査が認められるのは、検査自体を目的とした国境管理を行うものではない場合、 検査が警察によって広く知らされており、また発生する可能性のある脅威に関する経験に基づくものである場合、検査が県外との境界での個人に対する検査とは明確に区別できる方法で実施される場合、検査が無作為抽出の原則によって実施される場合である。国境検査とは個人やその人物の移動手段及び所持品を含めて、 当外国からの出入国を法的に正当であるということを確保するために、検問所において実施されるあらゆる検査と定義されており、このため所定の税関検査は、宣言圏内における国境では認められないことになる。宣言加盟国出入国規定は、ノルウェーとアイスランドに関して、例外を定めておらず、両国に対しても明らかに適用されるものになっている。スウェーデン。 フィンランドスウェーデンとフィンランドは欧州連合に加盟し、宣言権を構成する国であるが、薬物や種類の密輸を規制するために税関検査が一部継続されている。宣言加盟国出入国規定では、密輸容疑がある場合、または無作為抽出による検査で自動車を停止させる場合に限り、このような検査を認めている。スイススイスは、 欧州連合にも欧州経済領域にも参加していないが、宣言権には加わっており、2008年12月12日には、宣言関連規定を施行した。当初は、陸路での越境する渡航者に対してのみ、個人確認が軽減されていたが、空路での渡航者に対しても条件に従って検査が軽減された。欧州連合と、 ノルウェーやアイスランドとの間でのそれらと同様に、欧州連合とスイスとの間での加盟合意では、国境におけるものに対する検査についての規定の適用に関する除外が定められている。ところが、域内における国境検査の廃止を定める、宣言加盟国出入国規定でのより厳格な内容はスイスに対する適用除外が含まれていない。スイスの国境警備隊は、 単に越境するという理由だけで個人に対する税関などの検査を実行する権限が自らに与えられることはないという考え方を持っている。リヒテンシュタインリヒテンシュタインは2008年2月28日に欧州連合との間で宣言関連の共同文書に署名し、2011年12月19日付で正式に宣言権の一員となった。 当初は2009年11月1日に、シェ権ンゲンに加わることを計画していたが、スイス政府の同意を待つために保留されていた。また、スイスとは異なり、リヒテンシュタインは、欧州経済領域に参加している。1923年以来、リヒテンシュタインは、スイスとの国境を解放してきたが、スイスが2008年12月12日に、シェ権ンゲン入りした際に、 リヒテンシュタイン・スイス間の国境は、宣言権圏とその域外との境界となり、国境検査の実施が必要となった。スイスにとって、リヒテンシュタインとの国境を開放しておくことは、大きな課題となっていた。それは一部の欧州連合加盟国が、宣言権圏の拡大をリヒテンシュタインに不正問題の解決を迫る圧力として利用しようとしていたことが、背景にあった。 リヒテンシュタインが、シェンゲン県に正式に加わるまでの間も、リヒテンシュタイン・スイス間の国境では、暫定措置が適用され、国境の解放は継続されていた。オーストリア・リヒテンシュタインの国境検査所には、スイスの税関当局から人員が配置された。リヒテンシュタインには、空港がなく、政府はリヒテンシュタインがスイスとの国境を解放していることから、シェンゲン県にとって、 入域の不安をもたらすことがないように、非宣言権からのヘリコプターなどに対して、バルザースのヘリポートでの発着を禁止している。宣言関連規定では、宣言情報システムを介して人、紛失、または、盗難された文書や車両などの情報を共有する、ことが定められている。この規定は、宣言化盟国間で移動するだけで問題となり得る。 人物が消えるということにならないようにするためのものである。第二次宣言協定第39条によると、宣言協定加盟国は、犯罪の防止と発見の過程において関連する国内法に従い、適切な権限の範囲で、それぞれの国の警察による執行を相互に認める必要がある。各国の警察当局は、中央機関を通じて、 あるいは緊急時においては直接的に協力することになる。宣言関連規定では加盟国の管轄省庁に対して国境地域における協力体制を策定する権限を付与している。第二次宣言協定第40条では監視対象となっている人物が国家間での引き渡しを要するような犯罪行為に加担したという権利がある場合には 警察は国境を越えて監視を継続することが認められている。このような越境監視には、県議が第二次支援源協定第40条第7項にある、凶悪犯罪である場合や、監視継続に緊急性がある場合を除いて、相手国の事前承諾が必要である。この時、後者の場合においては、当事国は、相手国の当局にその国の領内での監視が、 終了するまでに継続監視を伝え、できる限り速やかに承諾を求めなければならず、またその相手国が要求した場合や承諾を拒否した場合には、当時国は5時間以内に継続監視を終了しなければならない。当時国の警察官は武器の所持が認められているが、相手国の法令に拘束され、警察官であるということを示す身分証明を傾向しなければならない。 また当時国の警察官は、監視対象となっている人物を停止させたり、逮捕したりすることが認められておらず、また活動終了後には、相手国に対して報告しなければならない。その一方で、相手国は、当時国による活動に続く取り調べや、司法手続きに協力する義務を負う。第2次宣言協定第41条では、 ある宣言協定加盟国の警察官が追跡している際に他の宣言協定参加国に入国するまでにその相手国の警察に通告することができない場合やその相手国による追跡の引き継ぎが間に合わないような場合においては越境して追跡することが認められている。宣言協定加盟国は自国内での緊急越境追跡について時間的。 地理的な範囲を制限するかどうか、また隣国に対して、自国内での逮捕を認めるかどうかを定めることができる。ただし、相手国は、追跡対象となっている人物について、追跡している国から求められれば、その人物の同一性を確立したり逮捕したり、するために、その人物の身柄を拘束する義務を負っている。緊急越境追跡の権利は、陸上の国境について、 のみに限定されている。追跡する警察官は制服を着用しているか、乗用している車両が警察のものであることを明確にしなければならない。このような警察官は武器の傾向が認められているが、その使用目的は自己防衛に限定される。緊急越境追跡を実施した場合には、当事国はその経過を相手国に報告しなければならない。 第2次宣言協定第42条により勤務中に別の宣言協定加盟国で犯罪被害者となったある国の警察官はその相手国の警察官と同等の保障を受ける権利を有している。同第43条ではある国の警察官が他の宣言協定加盟国内で違法な行為によって損害を生じさせた場合には その警察官の所属する国が責任を負う。第二次宣言協定第47条は、他の宣言協定加盟国での連絡員の上置を規定している。隣接する宣言協定加盟国では、国境地帯での警察協力に関する二国間措置を定めており、このようなものは、第二次宣言協定の第39条第5項で認められている。 このような協力には、警察無線周波数帯、警察官西部、国境地帯での追跡部隊の共有などがある。これに加えて一部の支援源協定加盟国の警察関連法では、他の欧州連合加盟国の警察官に、臨時的な警察権限の付与を認めているところもある。2005年5月27日、ドイツ、スペイン、フランス、ルクセンブルク、オランダ、 オーストリア、ベルギーは、ドイツのプリュームで、合意文書に署名した。この合意は2004年3月11日のマドリード、列車爆破事件を受けて議論が開始された可用性の原則に基づいたものであるが、これによって加盟国の間で、問題人物の DNA、指紋や自動車登録情報に関するすべてのデータの交換や、テロリズムに対する協力が可能となった。 さらに、プリウム条約では、シェンゲン県内の航空便に武装した航空警察官の登場や、警察の共同での巡回、警察部隊による喫緊の危険回避を目的とする他国の領域への侵入についても規定している。また、ある国における行動責任者である警察官は原則として、その行動に参加する他の国の警察部隊が、 どの程度まで武器の使用や権限の行使を認めるかを決定することができる。プリウム条約と呼ばれる。この文書は第三次支援協定とも呼ばれる。2008年6月には欧州連合理事会が欧州連合の第三の柱の下に置くとして条約の一部規定を欧州連合加盟国を対象とする欧州連合の法令として組み込んだ。 欧州連合の第一の柱の枠組み内で規定される案件について欧州委員会が第一の柱に関する立法の発議権を独占しているため執行にあたっては欧州委員会の発議が必要となる。欧州連合理事会の決定では主に指紋、DNA、自動車登録の情報交換に関して刑事事件での警察機関協力について規定している。 この情報交換規定は2012年までに施行されることになっている。宣言協定加盟国は第2次宣言協定第50条で規定されている軽微な犯罪を除いたあらゆる種類の犯罪について刑事司法において相互に協力する義務を負っている。すべての宣言協定加盟国は他の加盟国の法廷に文書を送付して 提出することができるが、受け取り側がその文書の言語版を理解できないと考えられる場合には、翻訳文を添付しなければならない。司法援助の要請は、外交ルートを介する必要はなく、宣言協定加盟国の司法当局間で直接的にやり取りできる。第二次宣言協定の第54条から第58条では、 宣言協定加盟国内における一時不再利の適用に関する詳細が定められている。また、第59条から第69条では、宣言協定加盟国間での犯罪容疑者の身柄引き渡しや、ある加盟国で下された実刑判決の別の加盟国による執行について規定している。第2次宣言協定の第67条から第76条では、 規制薬物の取引について定められている。宣言協定加盟国は、麻薬の違法取引を摘発する義務を負っている。また加盟国は、規制薬物の違法取引で得られた利益を没収することも定めなければならない。このような薬物の国境を越えた合法的な取引の規制は、国境付近ではなく各国の領内で実施されなければならない。 個人は、宣言協定加盟国が許可した内容を示す、適切な文書を所持していれば、別の宣言協定加盟国の領内に規制薬物を持ち込むことが認められている。第2次宣言協定の第77条から第91条では、武器や銃弾の規制について詳細に定めている。武器の所持に関する制限は、協定自体、 あるいは欧州連合の法令で規定されている。このため宣言関連規定でも、武器や、銃弾の製造、購入、取引の許可に関する条件について規定している。中でも1991年の理事会指令は、他の加盟国領内に消火器の持ち込みを認める許可証制度を導入した。ヨーロッパの国と、 地域的機関の相互関係欧州連合は、その市民が宣言権に査証なしで入域できる国に、欧州連合の市民も同様に査証なしで入国することができるようにすることを政治的に目標としている。このため欧州委員会は、その市民が短期滞在で宣言権に入域するために、 査証の発行を必要としない国に対して欧州連合の一部加盟国の市民への査証要件を撤廃することを交渉している欧州委員会は当該加盟国とともに交渉を行い欧州議会と欧州連合理事会に対して査証発行の相互性について報告を行っているまた欧州委員会は 問題があると判断した第三国の国民に対する詐称要件の一時的な再開を勧告することができる。欧州委員会は交換レベルで第三国に対して詐称要件の撤廃の相互性について取り組んできた。メキシコとニュージーランドについては完全な相互性を達成している。カナダとはブルガリアとルーマニアを除くすべての欧州。 連合加盟国の著称要件を撤廃していたが、チェコについてはカナダで、チェコの市民が亡命を求める件数が多いことから、著称要件を再開している。欧州委員会では、加盟国が提供した情報などに基づき、また、支援権の生態情報認証による、出入国記録システムの導入に関連して、以下のような統計情報を公表している。 ありがとうございます。